さんというあだ名の言われはですね、まあ、定かでない部分もあるんですが、大体ものすごく朝を苦手な男でして、東映動画に勤め始めた時もギリギリに書き込むというのが毎日でございまして、買ってきたパンをタイムカードを押してからパクパクと食べて、水道の蛇口からそのまま水を飲んでいたという、それでパクパクになったという噂です。あの追悼文という形ではありませんが、あの帰ってきましたものを読ませていただきます。パクさんは95歳まで生きると思い込んでいた。そのパクさんが亡くなってしまった。自分にもあんまり時間がないんだなと思う。9年前、私たちの主治医から電話が入った。友達なら高畑監督のタバコをやめさせなさい。真剣な怖い声だった。主治医の迫力に恐れをなして、僕と鈴木さんはパクさんとテーブルを挟んで向かい合った。姿勢を正して話すなんて初めてのことだった。パクさん、タバコをやめてくださいと僕。仕事をするためにやめてください。これは鈴木さん。弁解やら反論が怒涛のように吹き出てくると思っていたのに、ありがとうございます、やめます、パクさんはきっぱり言って頭を下げた。そして本当にパクさんはタバコをやめてしまった。僕はわざとパクさんのそばへタバコを吸いに行った。いい匂いだと思うよ。でも全然吸いたくなくなったとパクさん。彼の方が役者が上だったのであった。やっぱり95歳まで生きる人だなと僕は本当に思いました。1963年、パクさんが27歳、僕が22歳の時、僕らは初めて出会いました。その初めて言葉を交わした日のことを今でもよく覚えています。黄昏時のバス停で僕は練馬行きのバスを待っていた。雨上がりの水溜りの残る通りを一人の青年が近づいてきた。瀬川拓夫さんのところへ行くそうですね。穏やかで賢そうな青年の顔が目の前にあった。それが高畑勲ことパクさんに出会った瞬間だった。55年前のことなのに、なんではっきり覚えているのだろう。あの時のパクさんの顔を今もありありと思い出す。次にパクさんに出会ったのは、東映動画労働組合の役員に押し出されてしまった時だった。パクさんは副委員長、僕は縮小にされてしまっていた。緊張で吐き気に苦しむような日々が始まった。それでも組合事務所のプレハブ小屋に泊まり込んで、僕はパクさんと夢中に語り明かした。ありとあらゆること、中でも作品について。僕らは仕事に満足していなかった。もっと遠くへ、もっと深く、誇りを持てる仕事をしたかった。何を作ればいいのか、どうやって。パクさんの教養は圧倒的だった。僕は得難い人に巡り会えたのだと嬉しかった。パクさん、僕らは精一杯あの時に来たんだ。膝を折らなかったパクさんの姿勢は僕らのものだったんだ。ありがとう、パクさん。55年前に、あの雨上がりのバス停で声をかけてくれたパクさんのことを忘れない。